こんばんは。ライトハウスご案内の結城美幸です。リスナー皆様、いかがお過ごしでしょうか。私の都合で番組を2週間お休みいただきました。早くも2013年、すでに10月を迎えています。秋の訪れのほか、台風23号も気になりますが、最新の台風情報に注意しながら対策に備えてください。さあ、今夜も現在、過去、未来へ、しばし時空の旅へとご堪能いただけるよう音楽をご用意いたしました。これから家路へお急ぎのドライバーの方やお出かけの方も、くれぐれも安全運転で、それぞれの場所で思いのまま、大切なあなたの時間、ゆったりとお過ごしください。今夜も変わらず、この読谷の夜空のたもとから、大切なあなたへ心を込めてお送りいたします。10月のテーマは追憶。よろしければ214回目の夜をぜひご一緒ください。今夜のオープニングナンバーです。青山テルマでずっと。
今夜のオープニングナンバーは青山テルマでずっと、セカンドナンバーは西野カナでフラワー、2曲続けてお送りいたしました。さあ、この後もライトハウスがセレクトする音楽で水曜日の夜をお過ごしください。10月のテーマは追憶。
さあ皆様にお聴きいただいた曲は井上陽水で少年時代お送りいたしました。さあ今月は追憶をテーマに214回目のライトハウスお送りしています。いつの時もどんな時もこの世界のどこかであなたの笑顔を望みあなたの幸せを祈る人がいます。このラジオでは FM78.6MHz、 インターネット上では FM 読谷公式ホームページより番組をリアルタイムでお送りしています。この番組ではテーマに限らず大切な方へ伝えたいメッセージ、またあなたの心の声を、そしてこのライトハウスに関するご意見ご感想など合わせてお聞かせください。メール fm786@fmyomitan.co.jp、 メールでは fm786@fmyomitan.co.jp、 そしてファックスでは098-958-7861、 ファックスでは 098-958-7861、 短いメッセージでも大歓迎です。どうぞ心よりお待ちしています。ライトハウス追憶をテーマにお送りしています。さあ次にお届けするナンバーも同じく井上陽水でワインレッドの心お送りいたします。
さあ、ここでメールをご紹介いたします。ラジオネーム串川の志村健さんからいただきました。ありがとうございます。みゆきさん、リスナーの皆さん、こんばんは。串川の志村健です。こんばんは。朝晩涼しくなりましたね。ちなみにみゆきさんの秋はどんな秋にしたいですか？かっこ笑い。おすすめ曲お願いします。また来週や番組千葉利用というメッセージをいただきました。ありがとうございます。串川の志村健さんは逆にどのような秋になさりたいでしょうか？実は私、10月生まれで、命が芽吹いた月でもありますので、何かやっぱり新しく何かを始めたいという思いに駆られる秋にしたいと思います。メールお寄せいただきありがとうございました。おすすめ曲は今夜のラストナンバーをお聴きください。メールありがとうございました。さあ、今夜も、たくさんのメールをいただいています。ありがとうございます。今夜214回目の夜も変わらず、リスナーすべての皆様へ心を込めてお送りしています。そして東日本大震災で被害に遭われた皆様には、一日も早い町の復旧復興を願い、心から笑顔が戻る日まで、このライトハウス絶え間なく音楽とともにエールを送り続けます。さあ、皆様のもとへ秋が少しずつ訪れているかと思いますが、10月という響きだけで見るものすべてが秋めいてしまうのはなぜでしょうか。で、このライトハウス10月のテーマは追憶をテーマにお送りしています。今月お誕生日を迎える皆様、おめでとうございます。10月のお花はレースフラワーにカラー。レースフラワーの花言葉はレースフラワーの花言葉は優雅なたしなみ。カラーの花言葉は素敵な美しさとのこと。秋に咲くけなげな花のように、10月に芽吹いたあなたの命を大切に、そしてまた見ぬ新しい風に出会えますように。番組を2週私の都合でお休みさせていただきましたが、少し私はイタリアへ旅に出ておりました。イタリアはベネチア、フィレンツェ、ローマを訪れ、絵画などを目に触れることがありましたが、特に、フィレンツェでウフィッツ美術館にあるレオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知の絵画、体で感じ、画家たちの背景を思いながら深く感動したものです。イタリアの国そのものが博物館であり、遺跡に囲まれ、そこに吹く古の風が時空の旅へと誘ってくれたような気持ちになりました。またこの旅を通して素敵なたくさんの方々に出会い、私の人生にまた一つ宝物が増えた気がします。10月のテーマ、追憶をお送りしています。さあ、次にお届けするナンバーは同じく久保田利伸でラララララブソングをお送りいたします。
さあ、ここでメールをご紹介いたします。ラジオネームリチャードさんからです。ありがとうございます。こんばんは、リチャードです。秋は私の庭にもやってきました。秋の草花がそよ風に優しく揺れています。花びらが落ちるとそのまま種の花頭が熟するのを待ちます。来年に向けて根を強く広く張るからです。春の庭は少女の美しさ、夏の庭はみずみずしい女性の美しさ、秋の庭は成熟した女性の美しさ、冬の庭は白深い金髪の女性の美しさ。庭にも女性にもその時々の美しさがあるのです。頑張りましょう。それではまた、という女性に優しいメールが届きました。ありがとうございます。この秋、このリチャードさんのメールでまた何かを始めてみようかと思う気持ちに駆られています。メールお寄せいただきありがとうございました。さあ、ここでメールをご紹介いたします。窓辺の風鈴さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、みゆきさん。今日はお昼過ぎから台風を前に庭に植えてあるみかんの収穫と、空へと伸びた枝を脚立でに登って私ができる範囲ですが切り落としました。1週間前にも350個収穫しましたが、今回は40個くらい取れました。まだ少し残っているようです、という、早めの台風対策お取りになってんですね。素晴らしいです。いつも本当にありがとうございます。どうぞお体ご自愛ください。リクエストありましたが来週お届けしようと思っています。メールありがとうございました。そしてもう一通、ラジオネームメタボーさんからです。ありがとうございます。こんばんは、大変久しぶり、メタボーです。お久しぶりです。朝夕めっきり涼しくなってきましたね。今夜は移動中、車で聞いています。ありがとうございます。先月は自分の不注意で入院し、先日3週間ぶりに退院しました。あら、そうですか。大変でしたね。もちろん仕事に励んでおります。入院中は、兄弟や子供たち、友人にお大変お世話になり、大変感謝しております。あいにく入院中は残念ながら電波が届かず、ライトハウス聞くことができませんでした。今夜また久しぶりに楽しく聞いていますよ。それじゃあ時間まで頑張ってください。みゆきさん、リスナーの皆さんもくれぐれもどうぞご自愛くださいね。メタボーより、
という、メッセージをいただきました。ありがとうございます。メタボさん、お体大丈夫なのでしょうか。どうぞ季節の変わり目、体調の崩しやすい時期に入っています。どうぞくれぐれもメタボさんも、ご自愛いただきたいと思います。どうぞくれぐれも無理せずお仕事に励まれてください。メールを寄せいただきありがとうございます。お届けしているナンバーは斉藤和義で空に星がきれい、お聞きいただいています。さあ、お届けした曲は斉藤和義で空に星がきれい、お送りしました。今夜214回目の夜も FM 読谷スタジオから生放送でお送りしてまいりました。おくつろぎいただいたでしょうか。さあ、今夜のラストナンバーです。ミーシャで Everything、 お送りしながらお別れといたします。どうぞこの後も皆様素敵な夜をお過ごしください。